結構な台数を見送った気がするんだけれども、まだこれで半分ですね。ここから後半分、はい、楽しんで。さあもう2列スタートしてまいります。前の車についてスタートしてください。パレードラン楽しんでいってらっしゃい。最後の一周ゆっくりとね回れるかと思いますので、余韻に浸りながら楽しんでいただければと思います。気をつけてパレードラン楽しんでいってらっしゃい。さあゆっくりと順番に進んでいきましょう。最後まで安全にお願いしたいなと思います。最後のパレードラン、皆さん最後まで上手に楽しんでいただきたいと思います。前との感覚を開けすぎないように、すぐ詰めすぎないように、すぐコントロールするという大変高度なドライビング技術を求めているわけではございますが、皆様であれば大丈夫かな、しぼれを愛する皆様であれば問題ないではないかと思います。ちょっとハードルの高いタスクをお願いしておりますけれども、前走者の感覚を詰めすぎない、そして開けすぎないという形で、進行していただければ大変助かります。よろしくお願いいたします。最後のパレードは皆さんゆっくりと気持ちよくお進みいただきたいなと思います。間に開けすぎないようにお進みください。ブロックが入れ替わるタイミングでちょっと間が空いちゃいやすいので、そのタイミングに当たった皆さんはすいません、ちょっとうまく調整をしていただければと思います。パレードなんですが、間を空けずいい形で進んでいきたいなと思います。本当はね、この辺りまで行っているんですね。かなりの台数、私たち今お見送りしておりますけれども、この富士スピードウェイのレースコース丸々一周がほぼこのシボレーで埋め尽くされているのではないかなと思います。今日一日を皆様存分に楽しんでいただけましたでしょうか。シボレーという車、シボレーというブランドを大好きでやまない皆様がここに集まって同じ時間を共有できたこと、とってもとっても私も楽しく過ごさせていただきました。最後のパレードラン、結びの最後の時までゆっくりとお楽しみください。シボレーサンデー、もう本当に結びの結びの最後まで皆さんにお楽しみいただきたいなと思います。ということになりましたね。さて、そうなると今度はピットロードの方に皆様が戻りになるという形になると思います。
ボレーファンデー、一日の締めくくりとなります、このパレードラン、大切の先頭がもう帰ってきました。最終パナソニックオートモーティブコーナーの方からですね、ヘッドライトオンで、マシンが DS で、ちょうどこのホームプレートに帰ってきました。あ、パッシング、ありがとうございます。皆さん、私の声聞こえてますか？パッシングしてみましょうか。カメラ前、パッシング、ヘッドライト、ピカピカ。ヘッドライト、ピカピカ。パッシング。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、私の声聞こえてますかね？ヘッドライト、パッシング、あ、たくさんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ロロ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 ロ